FM ムロプレゼンツキングオブディギン、夜9時になりました。パーソナリティのマッカチンです。ムロです。ムロさん、こんばんも、よろしくお願いします。さあ、もういよいよ11月突入ということで、はい、あと2ヶ月、はい、あっという間です ね、はい。ということで、まずはですね、はい、毎度お伝えしておりますが、番組からのお知らせですね、うん、現在新丸ビル7階丸の内ハウスライブラリーにて HMV レコード協力のもと、今週末土曜日まで開催中の期間限定出張レコードショップディギンハウスをやっておりますが、文化の日でレコードの日でもある明日、うん、祝日の木曜日ですね、はい、午後1時から夜6時まで DJ イベントを開催いたしますので、はい、今回はね、クロージングということなので、うんうん、ゲストに、去年も出ていただいたんですけど、はい、マカラさんをね、はい、お呼びしてまたいいね、楽しくやれたらと思うので、はい、祝日の昼間の時間帯なのでね、うんうん、ぜひご家族連れで、うん、ぜひお立ち寄りください、はい、ということで、早速本日のテーマ、ムロさん、はい、お願いします。ですね、本日は明日の文化の日が漫画の日でもあることから、久しぶりに今日は漫画ジャケオンリーでミックスしてみたいと思います。いいですね。じゃあもう、うん、もう漫画世代ですからね。そうそうそう、はい、やっぱ漫画見て育ってるし、レコードの買い始めもやっぱりそのシート漫画だったし、うん、そうっすよね、はい、漫画ばっか見てたらアホなるねって言われてましたけどやっぱり漫画大好きでしたよ ね、はい、ということで一応、うん、まず漫画の日とは何ぞや、うん、というところですね、はい、ディレクターズチェック行ってみたいと思います。11月3日はレコードの日でもあるわけですが、うん、2019年丸の内ハウスで公開収録を行った際に漫画ジャケ第1弾をやって、今回3年ぶりということで、うん、2002年の日本漫画家協会と出版社5社が制定した記念日で、漫画を文化として認知してもらいたいということから文化の日になったそうです、うん、ということで、また明日は手塚治虫先生の誕生日でもありますということで、うん、まあ2002年からね、こういう漫画の日というのがあるみたいですが、うん、まあでもやっぱりレコードはジャケットのサイズですからね。そうね、はい、漫画好きは、漫画好きって言い方も雑ですけど、例えばマンダラケみたいなところでも、はい、やっぱりその漫画絡みのものとしてレコードは取り扱ってたし、うん、そうですね、今回も僕行きました、うん、あ、行ったすごい久しぶりに行きましたね。さすが抜かりないな、はい、ああいうところにもレコードはあるもんね、はい、うん、そっかそっか、結構抜けました。あ、はい、久しぶりに、はい、やば。まあムロさん、ほら、コロンビアでもさ、うん、アニメのミックス CD とか、うん、出されてますけど、まあとはいえやっぱ大変でしょ。そうですよね、ライブラリーみたいにやっぱ溝が細かいですし、なかなかその BGM 集っていうのを聞くのはなかなか見つけるのが大変ですよ ね、曲自体も短いですし。そうっすよね、うん、で買ってみたらセリフ集みたいなレコードもあったりするし ね、まあ、ドラマ編とかね、ドラマ編とかねありますよね。うわ、楽しみ。じゃあ早速ムロさん準備してもらっていいですか。はい、まあ、あっという間でね、あさって、まあ、今週の土曜日か、しあさってで、このポップアップも終わるんですけどね、うん、まあ、本当にたくさんの方来ていただいて本当にありがたい限りで、うん、HMV さんにもね本当に感謝って感じですね、うん、まあ、そこでもいろいろこう番組のテーマのねレコードを飾っていただいたりとかして、うん、実際買ってくださった人もいると思うので、まあぜひ明日お休みなんでね、はい、ちょっと来ていただければ。このアニメの放送とかもね、うん、HMV さんがこの放送聞いて、うんうん、急いで1日で用意する、どれだけ用意できるか、ちょっとその辺も楽しみですね。はい、はい、じゃあムロさん準備 OK？ OK です。よし、じゃあそろそろ行ってみたいと思います。2022年11月2日明日の漫画の日にちなんで、ディギン漫画ジャケパート2です。ムロさんお願いします。ゴルゴ13、生命不詳、自称リューク東郷、生年月日、出生地および国籍不明、指紋血液型未確認、身長1メートル80前後、体重推定80キロ、胸、背、上白部等に無数の傷跡あり、刀傷、銃創、鞭の跡。一見運動選手風、強靭な体力、反射神経、運動能力を有し、ライフル、拳銃の射撃テクニックは超人的。薬品、特に劇薬、毒薬、爆発物等に精通、殺害者推定数百人、イデオロギー不詳。日本人との説もあるが、日独混血という者もいる。
近い小さな乗船所を訪ねた。数年の島が出来上がっていた。水中速力9ノットの水中デスクである。
Thank you.
京 FM ムロプレゼンツキングオブディギン、本日はディギン漫画ジャケパート2をテーマにお届けしてきましたが、ムロ君もいい漫画見れた。ありがとうございます。もういろんな漫画がこうグワーってなって、まあムロさんによって一つのストーリーになるわけですが、やっぱりでもただ単にアニソンじゃないし、やっぱりムロさんがチョイスするものは、うんうん、でこうまあこの後ねこういろいろピックしていこうと思ってはいるんですが、やっぱりこの、まあ、僕ら的にはこうやっぱりこうサンプリングしたくなる、ワクワクする、景色が浮かぶ、うん、ロードフィニッシュ好きそうみたいなところまで盛り上がっておりましたが、まあ、はい、1曲目からちょっとガンガンやっていこうと思いますね、はい、でまず1曲目ゴルゴ13、このイントロもナレーションから、ね、もう言ってることから何からかっこよくて、しかもちょっとこの帯紹介したいんだけど、斎藤隆夫さんね、はい、もうちょっと亡くなっちゃってますけど、うん、うむレコードを聞いた私の羨ましさと妬ましさのうめきである、うん、みたいな、音が入るというのはなんと素晴らしいことだろうみたいな、ドラマに命を吹き込まれたような気がする、銃声などまさに私の脳天を打ち抜いていったっていうのをこの帯に書いてあって、帯パンチラインですね、帯パンチラインいただきました。まあでもやっぱ漫画と音楽、このなんかこの兄弟関係みたいなのがやっぱ斎藤さん自身も、うん、作家さん自身もなんかそう感じていたんだろうなーなんて思いつつ、ね、実はでもこれ、うん、ゴルゴ13のアカペラこのナレーションに薄く実はブレンドしてたじゃない、そうですね、途中から、ね、はい、ドラキュラ、ね、吸血鬼ドラキュラ、はい、クインシーハーカーのテーマっていうのが、はい、うん、かかもうこのオケがめちゃくちゃかっこよかったね、かっこいいですよね。どうやらこれちょっとテレビでやってたっぽいのは全く知らなかったな、うん、でもこれなんかパーカッションの感じとか見ると、うん、まあなんかもしかしたら演奏者外ちょっと細かく書いてなくて、うん、ちょっと調べられなかったんだけど、もしかしたら外人さんチームとかがやってて、ね、まあ年代的にね、年代的にやっぱアニメとかすごくお金がかかってるので、うん、やっぱちょっとものすごい仕上がりだなっていうか、う、ね、もうやべえ時間がないじゃん。でなんつうの、うん、バイファムとかプラレス三四郎とか、あとクイーンエメラルダスとか、まあちょっとこの番組で言いたいのはやっぱテクノポリスやばかった、やばかったやばかった、これ実は久石譲さんもですね、なんだけどドラムも打っててものすごい仕上がりでした、うんうん、ちょっとこれはもう放送ちょっと伝えきれないんだけど、この後詳しくは皆さんインスタをがっちりチェックしていただいて、はい、明日ムロさんに会ったらもう聞けたら聞いてみてください、はい、ということでお時間という間ここまではマカチンとムロでした。また来週。